嘘は嘘であるとか見抜ける人でないと難しいものがあるでしょうね。それのニュースを聞いた時に不快感を覚えた自分に驚いた。なんすか謝罪って。嘘つくのやめてもらっていいですか。それ明らかにあってあなたの感想ですよ。なんかそういうデータあるんですか。あ、それはでもそういうふうにしか理解ができない知能の問題。あ、ごめんなさい。プログラミング全くできないです。アプリケーションやサービスを開発するにはプロジェクトマネージャーだけ採用しているのさずでチームを作ればできますか。できません。 IT 企業にアプリ開発の見積もりを頼むとすごく高いのでなんとか安く開発できないかと思ってます。チーム作んなくて一人で全部できる人をに頼んじゃった方がまだマシだと思いますね。そのランサーズみたいなところで束ねても誰の責任っていうのが明確にならないので、要はデザインチームが遅いせいでそのコードが書けないよ、でもコードの方が遅いからデザインが反映できないんだよねとか、サーバー側の準備できてないじゃんとか、アプリの方がだって遅いからサーバーの方まだできないんだもんとか、いくらでも言い訳できちゃうんですよ。なので多分低欲何にもしないでずっと金だけ引っ張れるってことになると思うので、割とちゃんとした知り合いで一人で全部作れる人とかにきちんとお金払って、でその人に監督してもらうっていう方がいいと思いますけどね。では信用できる監督になれる人がいるといいんじゃないかなと思います。5歳の子供がアーショーウェイシャーと連呼してやめません。何なんでしょうか。あなたの後ろにいるんじゃないですか、そのアーショーウェイシャーさんが、中国系の。ひろゆきの嫁 VS ひろゆかなりについて、いつもひろゆきさんが奥さんを恐れる理由が分かってるの気がします。分かったでしょ。そうなんですよ。敵に回すと大変なんですよ。これ以上言いません。ひろゆきさん、かつてニコ動で配信された対局電王戦の裏側を描いた映画アウェイクが公開中。あ、そうなんだ。シナリオが抜群に面白いのでチェックしてみてください。出演者です。そんなのあったんですね。存在自体知りませんでした。プログラミング独学挫折したんで音楽聴きながらダラダラ写経だけやってます。やらないよりマシ精神どうですかね。写経ってなんか意味あるの。なんか英単語とか書いてたら英語が多少わかるようになるとかあるので、まだその方がマシじゃないですか。気分上がらない時とかテンション低い時にやるルーチンとかありますか。本当に申し訳ないんですけど、僕気分が上がらない時ってないんですよね。その寝起きは何もやる気にならないんで、まずこうゲームをしますと。でゲームをしてパソコンを開いてネットフリックスを見ますと。でそれがルーチンで、なんだろうな、やりたくないことはいつもやらないので、なんかその気分が上がったらやりたくないことをやろうなんだと思うんですけど、やりたくないことはいつでもやりたくないのでやらないっていうのがあるので、すいません、参考にならない話にしかならなかったですね。鬼滅の刃や半沢直樹の影響力のある作者が結婚に赤ちゃんっていいよね的なテーマの作品を作ったら少しは少子化改善されますか。されません。多分面白くないということで評価されないんじゃないですかね。鬼滅の刃も半沢直樹もそうなんですけど、不幸な人が身内に出てくるんですよね。身内というかその不幸な人で同情できるようなキャラクターがいて、かわいそうだね、それに対して悪がいるっていう状況なので、そういう話が人は好きなんですよね。お酒を飲むと汗をかくんですけど、汗をかくとこう体が冷えるっていうこのループにどう対応していいのか僕分かんないですよね。ちっちゃい頃からきついのに給料が低い仕事はみんな辞めてしまえば給料が上がると思いますか。はい。そうすると給料を上げて人を集めなきゃいけなくなるんで。2021年は2020年と比べて日本や世界はどんな年になると思いますか。コロナに対しての覚悟を決めた国と対策ができた国の景気はめちゃめちゃ良くなると思います。多分フランスは覚悟を決めると思うんですよね。で、台湾とか中国はもう対策がっつりできてるので、ワクチン打って景気よくなりますと。で、シンガポールとか。で、フランスは死ぬやつは死ぬっしょって言って、多分普通の生活始めちゃうと思うんですよね。なので景気よくなると思うんですけど、日本はね、なんだかんだ言ってなんかその
高齢者と住んでる人がいるからやっぱりソーシャルディスタンス必要だよねとか、なんかそのライブに行って感染して、その感染した人が学校に来てそれが広がったからやっぱりライブとか良くないよねとかっていうので、なんか足引っ張られ続けるんじゃないかなって気がしますけど。32歳です。 HTML と PHP 少しやってましたが忘れまして、 PHP って勉強し直すと今でも需要ある原稿ですか？まあ別に PHP でも全然書いてる人いっぱいいますよ。初めてのぼっち年末年始です。ひろゆきさんのおすすめの過ごし方はありますか？ですね、あと12時間後ぐらいにアベマで僕と平石さんってアナウンサーさんが喋り続けるっていう謎の企画があるので、そちらのお過ごし方はいかがでしょうかっていう謎の宣伝をしていました。趣味ってどうやったら見つかりますか？散歩でもしてみたらいいんじゃないですか。あと趣味のある友達にとりあえずついてって真似してみると、やってみたら面白いものって結構ありますよ。やんないと面白いかどうか分かんないですからね。人が楽しいと思ってやってるものって大体やってみると楽しいですよ。プログラミング全くないですが、アプリケーションやサービスを、あ、これ読んだやつだ、すいません。初めてのぼっち、あ、これ一通り回収終わったかな？お、なんか、だいぶすっ飛ばした感じがしますけどね。はい。今年のアベマ録画配信ですか？まあ、普通に、生放送的なやつなんじゃないですか。僕、アベマ見れないですよね、自分で。アベマって日本国外から見れないようになってるんですよ。32歳です。会社から実力以上に評価されすぎていて不安です。ひろゆきさんが知るこういう会社員の末路育成をいくつか教えてくださいませんか？あ、2種類あります。期待に応えようと思ってきちんと勉強してちゃんと期待に応え続けるっていうのをやり続けて、結果として実力と評価を伴い続けて出世していくパターン、あとそのたまたまとか運が良くてやってて、でもなんとなく乗り切ったから評価上がったんだけど、最終的にこいつやっぱ運良かっただけじゃねっていうのがバレて転職するパターン。でも転職するときもその評価が上がってるので役職はそれなりにいいポジションだったりするので、なんか転職するときはそれはそれでなんかいいところに転職できちゃったりして、なんだかんだ言って幸せに過ごすっていう人も結構いるので、なのでまあうまく乗り切ってください。ひろゆきさんの好きなダジャレは何ですか？アルミ缶の上にあるみかん。なんで日本はベーシックインカムやらないんですか？その給付金で1人当たり10万円っていうのが日本ってあったんですよね、確か。僕もらってないのでよくわかんないですけど、であれはなんでやらなくて、その GoTo トラベルとか GoTo イートっていうので何兆円も使ったか。別にその国民にお金配るんだったら毎回みんなにじゃあ100万円ずつとか配っちゃえばいいじゃんっていうのじゃなくて、あえてその旅行業者、旅行代理店に配りますとか飲食店に配りますっていうのをなぜやるかっていうと、そのまあベーシックインカムとか GoTo イート、GoTo トラベルっていうのは政府が決めるんですよ。で、政府がなぜじゃあその旅行代理店にお金を配るって決めるかっていうと、旅行代理店から献金もらってたりするんですよね。全国旅行業協会みたいなのがあって、そこの会長が二階さんという人なんですけど、でその GoTo トラベルって旅行するとお金がもらえるという見え方なんですけど、正確に言うと旅行代理店として認定されている代理店経由の旅行に関してだけ税金で補助金が出るんですよ。なので近所のバス会社が、俺ちょっと近所回るツアー作るわ、GoTo トラベルの補助金もらえるかなって言うともらえません。あれは旅行代理店として団体に入ってる、その代理店経由で申し込みをした時だけ補助金がもらえる仕組みなんですよ。で、じゃあ GoTo イートっていうのが、なんでその特定のオンラインサイト経由で申し込んだ時だけポイントが入るか。例えばグルナビ経由で申し込むと、なんか1000円で食ったものが1000円もらえるんですけど、でも別になんかじゃあラーメン屋二郎とかで飯食って、なんで二郎だとお金もらえないの、別に同じ飲食店じゃんっていうのは、あれは飲食店にお金を配りたいんじゃなくてグルナビにお金を配りたかったんですよ。グルナビの会長さんが菅さんにずっと献金してて、で今回なんか文化功労賞かなんかをそのグルナビの会長さんがもらったんですよね。で、なんかで、それもらうと年間200万ぐらい毎年もらえるのかな？で、その、じゃあ、グルナビの会長が、
その厚労省をもらった理由は何でしょう。そのグルメを広めたとか、そのなんか飲食を広めたとかでもなくて、あのね、ペア語を広めたらしいんですよ。なんかペア語っていう、なんか語をペアになってなんかあの打つのがあるらしいのね。そこのペア語協会みたいなのが、そこのあの会長さんの滝さんとかっていう名前にしてあったと思うんですけど、それを広めたのが功績として文化厚労省になって、毎年毎年200万円日本は税金としてその会長に払い続けるっていうのを決めたんですよ。いや、なんかさ、そのあの普通に碁を打つ棋士の人がもらうならわかるよ。そのなんかあの藤浪さんみたいな、あのあとなんかあれ名前忘れちゃった、いや、その割と有名なその囲碁の人とかがもらうのはペヤングじゃないよ、ペア囲碁、うん、ペア囲碁、はい、ペア碁でっていうので、そのあの棋士さんがもらうとかでもなく、なんかそのペア碁で、ペア囲碁を発明した人が滝さんというわけでもないらしいのよ。そのペア囲碁協会を作っただけらしいのね。藤波は阪神、すいません、はい、まあ、いいや、藤原修光先生か、まあ、いいや、っていう感じで、その囲碁のじゃあ本当に強い人が渡すわけでもなくて、そのペア囲碁に何で渡したかっていうと、まあ、ペア囲碁が日本の文化に貢献したっていうわけではなくて、要はグルナビの会長がずっと献金してくれてたから、それに報いるために菅さんが文化功労賞を出したっていうのと、あと GoTo イートも、じゃあその飲食店だったらその二郎とかにも行くべきなんだけど、別に二郎とかどうでもよくて、グルナビにお金突っ込まなきゃいけないから GoTo イートっていうのを始めたっていうのがあるので、結果としてはベーシックインカムがなんで普及しないかっていうと、ベーシックインカムってみんなに配るんですよ。なので、あの給付金もみんなに配るじゃないですか。で、みんなに配るっていうことは、献金してた人たちが損したことになるんですよ。要はその献金してない人もメリットがあるじゃん、ベーシックインカムだと。日本国民全員もらえますってなっちゃうと、献金してない人ももらえるわけだから、献金した人が献金損になっちゃうじゃないですか。なので、献金した人が報われる仕組みっていうのを政治家はやりたがります。なので、ベーシックインカムっていうのをやったとしても、政治家はそれはメリットに感じないっていう。Whose fault? It's our fault or your fault? Whose fault? Okay, okay. Choose. Whose fault? いや、帰るのやめましょう。家で言うの辛いですよね。どこ帰るんですか、うん。